サンダシリーズ。今回は秋の味覚や楽しめるレジャーを探して散策しました。椎茸ランド笠屋では、木々に囲まれた山の中で自分の手で椎茸をもぎ取って収穫する椎茸狩りを体験することができます。笠屋の椎茸は無農薬と原木栽培にこだわり、常に気温や湿度に気を配りながら手間をかけて育てられています。椎茸ランドは今年35年になるんですけども、1年間通してできる椎茸を始めたんですけども、今日はやはり松茸が代表的なもので、栗とか椎茸、そしてやはり三田米ですよね。まあその辺を三田の食材を使った、事業としてたくさんのお客さんに来てもらうという形で、秋はやはり一番メインの時期になると思います。採れたての椎茸は弾力、香ばしさ、みずみずしさなど、どれを取っても普段私たちの食卓に並ぶ椎茸との違いに驚かされます。山の土と木々の匂いの中で生きた食材を自分の手でもぎ取り、それを新鮮なうちに美味しくいただく、そのような体験ができる場所がこの椎茸ランド笠屋をはじめ三田市にはたくさんあります。パスカル三田は1年を通して三田の旬の特産品を手に入れられる直売所です。三田うどや三田肉、三田米などは極上の一品。三田の特産品の一つである山の芋、パスカル三田では毎年11月になると山の芋祭りが開催され、その日は朝からたくさんのお客さんが来られるそうです。山芋とも呼ばれるこの食材は、一般的にはすりおろしてとろろにして食べる長芋と比べると粘りが強いので、だしなどを加えて伸ばします。パスカル三田おすすめの品です。栄養もあります。使い方もいろいろ料理に使えますので、もっと知っていただいて、食べてほしいと思います。毎年楽しみにして、買いに来ていただく方もありまして、三田の山の夢が聞いてくれているときに嬉しいですね。三田市を流れる二十日川では、11月から5月の間、釣りを楽しむことができます。釣り場にいらっしゃった常連の方にお話を伺いしました。スタッフの方、非常に心安くしてくれますね。釣りに来てはる人もみんなご都合ともで、楽しいですね。はい、団地からすぐちょっと出れば、山があって川があって、その川もこんな綺麗な川だし、山もこうなだらけだし、有馬富士公園ですかね、あそこも綺麗だし、あそこもよく散歩に行くんですけどね、そういうところもいいし、なかなかいいところです。住んでていいところだと思います。いかがでしたでしょうか。今回は秋の味覚やレジャーをご紹介しました。都心ではなかなか触れられない人の心にとって大切な自然と、それらがもたらす楽しさと美味しさ、ぜひこの三田の地で味わってみてください。